いやー、その潤んだ目やめてくださいゴーレムさん。行きましょう。まあいきなりの方向転換だと、させられたと、瓦礫ちゃんな。まあでも龍脈で一回押さえたから、なるほど、そうか。まあ次のターンここはちょっときついから、もうゴーレムの攻撃は甘んじろっていうことだね、多分これはもう。でやっぱりゴーレムに攻撃しちゃいけないっていう直感、これは合ってるのかもしんない、合ってたとも言える、うん、だゴーレムの攻撃は言って大丈夫だから。魔法の方が低いよね、ほら魔法が17だから、魔法はやっといた方がいいと。33で必殺が0っていうのがまたミソだよな。で追撃出ないと。33、まあ21だから2発食らっちゃいけないと。それはさすがにいけんよと。1、2、3、4、5、ここはダメなんですよね。そう、そういう計算よね。だおお、うーんうーんってなるね。うーん、これ何、これ灯籠みたいな左。まあまあいいや。ゴーレムはやっぱり手出さないで、まあでも耐えられるんだ。いや、まあ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 、そうなんだよな、20なんだよな。カムイで実際どうよと。うわ、追撃がギリ出ないか。21、あ、じゃあこれでいけるね。おい、レオンナイス、いいよレオン。よし、まあ俺がさちゃんと見た21で倒せるってやったとこでレオン必殺出すっていうね。まあこれもあるあるですけどね、すげえ計算したのに全然違うみたいな、おーいみたいな。まあ喜んでいいんだけれども、ちょっと素直に喜べない。33だよな。ちょっと待て待て、33で死ぬね。悪は死ぬね、一発で。どういうこと？なるほど。そうだよね。普通に26食らうから、踊りができないだと？エリゼと悪は。いやー、でもゴーレム、倒さんとダメか。手出しちゃいかんっつってたけど、1、2、3、4、5、倒さねえと通り抜けらんねえな、これ通り抜け不可だと。2人、なるほど、これまた面白いですね、面白いっすね。いやこれほんとなんつうか、あ、これはそうか、デュアルでいけんのか。7、いやこれはいった方がいいっすね。あ、そっか、ダブルとデュアルができないから。あ、でも逆にフラちゃん良かったね、入ってなくて。これで いこう。主従席だよなこれ、従席と主従席。まあ主従席で待って、というのもこいつ倒したところでっていうのがあるんで、倒しとくとアクアが動きやすいのか。いや上からぬ、こっから抜けるんだったらこいつ倒してもなんか意味ないよねってちょっと思ったんだけれども、ちょ、瓦礫、待って、瓦礫とかねえだろうな、ここ歩けるよな。あれ、ちょっと待って、おかしい、ちょっと待って。あ、そうか、こいつらは動けねえから、やべ、ちょっとちゃんと見ときゃよかった。ここ移動でき
できるのか？できないのか？まあでも、うーんってなるやつやっとくか。まあやっとくに越したことはないから、いや越したことはないっつっても、ここはカミラでいけんのよ言って。だからフラちゃんは上行った方がいいわ。でアクアがここでちょっと動けないから、こっちか、こっち行けばいいのか。フラちゃんが デュアルができると、それはちょっとでかいよということだから、ピエリを手ありでこいつをちょっと刺しとけばいいのかな。ピエリ25ですよね。2発食らっても、まあ大丈夫だと刺しとこうと。これでデュアルが発生するでしょうね。よしよし、いよいよで13をもう2発食らっても問題ないと。あ、主従席ですね。あー、全然大丈夫ですね。よし、ゴーよし、ナイス、かわす、ナイス。いや、フラちゃん鍛えといてよかった。で、レオンは、こいつのやつを、まあ、一発受け止めると。大統領、一発大統領受け止めると。そういう感じで、あー、惜しいな。まあでもやっとくしかねえか、これは。やっとくしかねえんだよ、結局ね。おお、ナイス、かわすね。みんなかわすね。いいじゃない。あ、しかも全能力下がると。このおかげ。こいつな。よしよし、いいよいいよ。いいよ。いい感じで来てるよ、これ。で、エリーゼは動けないから、ここに行くと。で、オーディンもちょいヤバだから。で、まあ、マックスは全然いけるのよ。だ、次のターンいっか。あ、これどうよ。あー、まあって感じか。まあ、これ一旦入れとくか。一旦一発入れてゴーレムの攻撃下げましょうね。下げるっていうか減らしときましょう。いや、だったらこれ、ここか。ここで、やっとく、あ、フラ、まあいいや。やっとくべきだったのかな。まあまあいいわ。よーし、ナイス。で、さっき一発大統領っつったけどさ、一発大統領ってどういうこと？どういう意味？大統領。まあ一発はわかるけど。これは仕方ないと。ああ、これは、うん、大丈夫、大丈夫。よーし、めっちゃ出てくる。これそうか、だからここまた右行って左行くしかねえのか。あ、ここ通れるね。ここ通りゃんせですね。まあ、通りゃんせでない通れる。左、そうか、もう、ここ、こう行って、こう行けってことですよね、この龍脈からすると。よし、よー、まあ、見えてきましたね。見えてきたよ、これ。なんだったら、もう一発、食らいつつ、レオンね。ゴーレム、あ、ダメか。あ、大丈夫か。ここを行って、でもう一発ゴーレムの一発食らってゴー食らって8でしょ。1234567 8ダメっすね。
ダメじゃないけど。あーでもそうするエリーゼは届かんと。無理してここ行く必要ねえかな。こっち行っといて、いやちょっと選択肢が多いと迷うな。いやなんだったら神だ、ここ移動できない。まさかここ移動できねえんだ。あそうか、まあわかる、電車のね駅のプラットフォームのとこみたいな感じだから、こっからすってすぐ下には行けない感じか。それは仕方ないっすね。じゃあここ行くしかないっすか。いやまあそれかやっぱりもうここで耐えるんだと、それで行くしかないですね。耐えましょう。レオンの HP を信じる。でノスフェラトゥ移動できないと。でゴーレムちゃんを倒しましょうと、そういうことですね。で上はここは行けるのにここ行けない。深いね。1,2,3,4,5,6,7,8、これはさ、だって2,3,4,5、そうだよな、ここ、あもともとここはいけないか。あそうか、ここ待機不可だからか。あそうか、もともとここいけねえのか、そもそも遠くて。あま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 あいいっすわ。次ここですよね。次のターンそこだから、どうすりゃいいのよ。下は多分マークスとかで16、まあいいか、こいつ倒しとかないとアクアとかがいけないからな。待ってね、ちょっと待ってね、ちゃんとしよう。こやつを倒せる前提で、これを倒せる前提でいこう。1,2,3,4,5、アクアをここにやったら絶対あいつ倒さないとダメだから、まあ大丈夫でしょう。アクアつか、まあエリーゼか、エリーゼでもいいのか。絶対あいつ倒さないとダメだから、右のやつ絶対ね、絶対倒さないとダメだから、できるだけ、いやちょっと待って、こっちからちゃんと行こう、ちゃんとこうして、ぶち込んで、フラちゃん一歩、うわーまたがれき、いやーどかしてけよがれき、いやーどかせれるだろうこれ。はあやばい、ちょいやばいっすね。まあ大丈夫ですけど、ちょいやばいっすね。いやーだここもいけるのかってことは、アクアでここ行けるから、フラちゃん一歩動かせるのか。行けますね、と。ピエリで。いやー、火力がな。そう、こっちな、キレッキレファイヤーみたいのがないんですよね。キレッキレの一撃の重いやつが。それがないから、ちょっと苦しい。してこれでいいんじゃないか。
これでよし、あれこいつちょっと強くね、ちょっと強くね、どうして、まあまあまあいいや、まあ大丈夫、あ強い、あま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 あ、ピエ横ピエリだから、それも失礼だよ、横ピエリだからって、よしこれで、いや最初から必殺や出ておけばそういうことなんですよね、こうそういうことなんですよ、でまあ次の龍脈は確保できてますから、ゴーレム倒しましょうと、いやノスさんが先かな、これノスさんやっとかんとあれか、まあ、2発食らってもいいからノスさんやっとかないと次の龍脈までが間に合わねえのか、どっち、いやこっちや、こっちか、このノスさんやっといた方がいいよな、このノスさんや切り込んでもいいぐらいだよ、切り込み、切り込ろう、よし、オッケー、うん、わざまぼう、まあまあまあ、おお、あ、いいじゃない、なんで位置変えたかよくわかんないけど、まあこれビリーブで、これビリーブ作戦でいったから、よし、かわす、よし、ここで怪我の巧妙ですね、これでまた次ダメージ食らわんと、笛だからメーターがいいよいいよ、機能してるよこれで、龍脈があると、まああるから言ったわけですけど、でなんだったらもうここがれきないっすよね、がれきないよね、これいけるな、ここで攻撃だと、うん、この HP5 で隣に、隣じゃないけど近くに行くっていう、まあ、攻めの攻撃ですよと、攻めの攻撃ってだからどういうことって、攻め一緒じゃんって、逃げの攻めの攻撃、でこいつさあもう構わんでいいでしょうねえ、あでここ行けると、ここ行けるから一発のスフェラトゥに大統領ぶち込めると、届かない、あ届くっちゃ届くのか、あこれちょうどいいっすね、これちょうどでライブしてあげて、あ、あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。あ、このゴーレムはここしか届かないから、大丈夫ですね。ここは大丈夫。で、エリーゼが踏めばいいのかな？そうすれば、結構、その攻撃、他のみんなが攻撃に回れると。オッケーよー。オッケー、いいんじゃない？よし、ピエリ、ここで、あ強い、ナイスナイスナイス、スーパーナイスですねこれは、いやスーパーナイスよ、31のダメージ、32のダメージ、こっち行っちゃいますか、お、もうここですよ、おい素晴らしいですね、ここでようやく、はい、いいっすねいいっすね、よーし、でもこいつ虫の息、なんだったら隣行かなきゃいいんだもんね、これ
次も龍脈があるからで8のダメージ与えたよね。こう12、24、8、おこいつ倒せんじゃね。まあいや、まずカミラで攻撃しますと。逆、あ逆かな、棒で必殺が出やすい。これこれでよくない？出たら一発だから出ない、こういう時出ないんですよね。で8のダメージ与えますと。いやこの8のダメージがかなり大きい。これでジークフリードでジークフリード、しかも名前間違ってるし二重に間違ってる。これでいけると。よーし、いいよいいよ、調子いいよ。これはここっすね。これでわ、フィンブルいいね。これ 27% にかけますか。サンダープラス1 27% かけちゃう、いっちゃう。オーデン、うい、ナイス、さすがだぜ。ようやく、このようやくさ、8文字で必殺プラス10がね、ようやく日の目を見たと。いいっすね。こいつは下、こいつはもうほっとくと。まあよくあるね、あのビジネス系の動画で関わってはいけません的なね、このノスフェラトゥに関わってはいけませんっていう、あの手バッテン、腕バッテンしたやつねとかでありそう。なんだったらゴーレムもいけそうです。いや無理だ、倒すのは無理だと。倒すのは無理。ああまあまあ、その一撃重いのがいねえからしゃあねえっすか。しゃあないっすねこれ。ああでも逆にそうか、交代して攻撃。いやそんな重くねえんだよなエルフィーの攻撃もそんなそこまで重くない。あでもノーダメージ、あそれはでかいな、それでかいっすね。ガードしてもしなくてもノーダメージと。ここでもうぶったたいちゃうと。よし、いやかなりいい感じですよこれは。よかった、いいですね、みんなのびのびと動いてますせと。めっちゃ増えますせと。どんだけ上から来てんの、この下から出て、この下からの連中何だったんだと。で龍脈があるから、ここに瓦礫ね、これ気をつけないといけませんよ。左から行った方が無難ちゃ無難だよね。でこれアクアに乗っかったの、あエリーゼに乗っかるのもありだな、これな。乗っかってもうガッて、えこれさダブルのまんまで出たらダブルで出られるのかな、そういうシステムなのかな。ちょっとそれは試すというか試すしかないよね。ゴーレム、いやでも龍脈がちょっと待って、計算しよう。龍脈があと2つでしょ。このゴーレム触んねえ方がいいな。なんかね、でエリーゼに乗っかります。でエリーゼが一気に行くと、この龍脈乗っかるのはカミラだよな。カミラが乗っかればいけると。次エリーゼ、あフラちゃんのとこまで行けるから行きましょう。まあまあともあれ回復、ともあれ回復だと。これ一回でも動かしたらとんでもねえことになりそうだよなこれ。ヤクワがすげえ遅れてんのよ。
これちょっと怖いな、アクアな。ここ行けるから、オーディンをここに持ってきたいと。どうにかして倒せねえかな、あいつ。無理か、無理だな。龍脈もやんないとダメなんだよね。無理か。こいつ倒しとくか一旦。でもどうなんでしょう。いやー、でかいな、ダメージが。ダメージがでかいんだよな。いや、これはもうこっちでしょう。これ交代し、いや、交代した状態、あ、ん？交代して移動はできねえのか。なるほどね。なるほどね。ちょいちょいちょい、待って待って。いや、でもこれ動かしたくないよな、敵。動かしたくないっすわ。絶対ここ必要。絶対必要だから、マークスで逆にここ行って龍脈、ちょいとやばくねえかこれ。いや、なんかちょっと待って、どうすりゃいいの。あ、そうか、こいつ逆に倒して瓦礫とかないから、こっから一気に駆け抜けるっていう方法もあんのか。なるほどね。はい、なるほど。だからエリーゼがもういないから、回復がもうできないですよ。回復できないですよ。だからこれ、ゴーレムをアクアが行くんだったら、そうか、絶対倒しとかないとダメなのか、結局な。そうか、だからこう、ちょっと待って、守備31、8クラ、まあもし動かさなかった場合、こいつは来れないと。ここ行っちゃいましょう。85で当たってくれりゃいいんだけどね。よし、ここはさすがに当てていく。さすがに当てる。そこ行って外したら、もし外したらカムイでカバーできると。外したらちょっと痛いっすからね。あ、それはないか。100でいけると絶対。これはまあ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 。よしよしよし。そうね。右から抜けられるっていうのも大きいですね。アクアが2ターンでいけないんだよな。どうする？もし動かしたくねえなー、これ。カミラが、ここ龍脈やります。こいつからの攻撃で35で7食らって14。でさらに8ぐらい減って6?33 でギリ大丈夫なのか、ここ。ちょっとそしたらラスト詰めんとこ、もう最後だけれども、ここ次回にしますわ。こっちか、こっちやって
で一旦カミラ戻ってゴールっていうのを目指したいなって思ってまして、いやもう一つ懸念してるのがこのダブルの状態でゴールしましたとするじゃんか。でもう一体が動けない状態でっていうのをちょっと気にしてるんですよ。動けない状態でそのターンもう終わりみたいな、みたいな、それだけは避けたいので、そこら辺もちょっと念頭に入れつつ考えていきたいと思います。最後までありがとうございます。まあ次回これはさすがに終わるでしょう。テッシーでした。失礼いたします。